えー、仕事に対するサボり癖を直したいです。やらなくてはいけないタスクを後回しにしてしまう自分の癖を変えたいと思っています。個人事業主をしているので仕事の質が収入に変わっています。幸い今は生活に支障が出てませんがいつか深刻になると思ってましてご意見いただきたいです。えっとあの、こ、この時間を超えたらそのタスクをやるというルールを決めて、金庫とかにかその例えばスマホでゲームをやってしまうとかであれば、そのじゃあ、18時からこの作業をします。 で、18時になった瞬間、そのスマホを金庫に入れて鍵をかけてください。で、タスクをしなきゃいけないよね。で、そこに金庫に入ってるよねっていう時に、もう一回金庫カチカチカチってやってスマホだ取り出してゲームをするとしたら、相当頭おかしいってことですよ。なので、そこまでしてめんどくさい状態にしたら、じゃあまあタスクもやらなきゃいけないしやるかっていう風にするっていうパターンと、あとは締め切り前ギリギリにやってください。 例えば締め切りが、その、今日の0時までですと。24時までですと。んで、この作業は3時間あればギリギリ終わるよねっていう時は、21時までサボりまくってください。 で21時になった瞬間に、これはあと3時間以内に終わらせなきゃまずいよね。怒られるよね。契約切られるよね。あと生活厳しくなるよね。家賃払わなきゃいけないよね。ってなると、さすがにやらなきゃいけないよね。っていうのがあるので、なんでその、今やらなくてもいいよねって考えると、人は思うんですけど、もう、今やるしかないよねってなると、もう選択肢がないので、ひたすら集中してやるってうそういうやり方もあったりします。というわけで、お疲れ様でした。えー thank mm -hmm. you